トーループジャンプを美しく飛ぶフィギュア選手はご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるようにチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。フィギュアスケートを見ていると、カタカナばかりの技名に混乱することが多々ある。回転数は分かっても、ルッツやループ、サルコンなど耳慣れない言葉が盛りだくさんだ。そんな中でも、今回はトーループジャンプに関する説明と、 綺麗なトーループを見せる選手を紹介する。トーループジャンプとは、どういったものなのか、難易度が一番低いとされており、コンビネーション、ジャンプの二つ目などに使われることも多いジャンプがトーループだ。トウというのは、つま先という意味で、文字通りつま先で飛ぶジャンプになる。助走の回転方向とジャンプの回転方向が同じであるため、勢いをジャンプに生かして飛ぶことができる。 表面から足を離した時にはすでに半回転分回っていることになるため、男子の四回転ジャンプでもよく見られる。歴史としては、他のジャンプと比べると比較的浅く、1920年にアメリカのプロスケーター、ブルース・メープスが初めて一回転とループを飛んだと言われている。軽やかなトーループの羽生結弦選手。羽生結弦選手は、四回転時代を迎えた男子シングルの中でも、 ひときわ軽やかに四回転とループを飛ぶ選手だ。高さと幅のバランスや着氷の美しさはもとより、音楽とのマッチの仕方も絶妙なプログラムに目を奪われる。着氷寸前に四回転を回りきるのではなく、空中で四回転をしっかりと回ってから降りてくるジャンプなので、より綺麗な姿勢を保つことができている。コンビネーションとして使う三回転や二回転のトーループも、流れるような美しさを堪能できる。 癖なくまっすぐなトーループ。グレイシー・ゴールド選手。グレイシー・ゴールド選手は、10代の時に3回転ルッツ、3回転トーループを癖なく雄大で美しく、演技が際立つ飛び方をしていた。高く飛び出して早く回転するダイナミックさは、無駄な力を使わずに大きなジャンプを飛べると荒川静香さんが語ったこともあるものだ。コーチが変わってから、年齢的なものもあってか、ジャンプの不調が続いている。 元コーチに連絡を取って以前のフォームを取り戻そうとしているという情報もあり、今後の復活に期待したい選手だ。コンビネーションのトーループが必見。アデリナ・ソトニコワ選手。アデリナ・ソトニコワ選手は、コンビネーションとして飛ぶトーループで、驚くほどの対空時間の長さを感じさせる高さのある跳躍が素晴らしい選手だ。頂点に達した瞬間が、一瞬スローモーションに感じてしまうような質の高いジャンプが特徴だ。 2008年に12歳の若さでロシア選手権で優勝して注目を集めた。高さには定評があり、イリーナスルツカヤ選手や安藤美希選手に次いで、3回転ルッツ、3回転ループのコンビネーションを成功させた3人目の女子選手でもある。猫足着氷が際立つと、ループ、小田信成さん、小田信成さんは、高さと幅、スピードに加えて、猫足着氷と呼ばれている。 足首と膝を柔らかく使って衝撃を吸収するように降りる着氷により流れと伸びがあるジャンプを見せる演技が魅力だ。ジャンプを飛びすぎることで有名で、同じ種類のジャンプは3回目から得点がゼロになる座役規定に違反し、演技の素晴らしさの割に得点が伸びないことがたびたびあり、その現象は海外フィギュアファンからも ODL と呼ばれるほど定着している。まとめ、 難易度の低さから他のジャンプより得点につながりにくく、2回転等、ループの単独という形では、ほとんど見ることがなくなった等、ループジャンプ。だからこそ、本来の選手個人のジャンプの美しさが際立つものとして見どころがあるジャンプとも言える。演技の流れを楽しみながら、一つ一つのジャンプにも注目してみてほしい。ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。